ホープドラーシクは、アメリカ合衆国のプレイボーイモデル、テレビホスト、リアリティ番組のパーソナリティ。テキサス州、ポートラバカ出身。55周年アニバーサリープレイメイトのオーディションの後、2009年4月号のプレイメイトとなり、その後2010年プレイメイトオブザイヤーに選出された。ベルサーチなどのファッションブランドのツアーにも、モデルとして参加し、カナダのテレビ番組、 インサイドファッションの司会を務め、NBC のアプレンティス4に参加者として出演した。プレイボーイ2009年4月号には、セスローゲンと共に表紙にも登場。床に開いた穴から、ローゲンが顔を出し、扇風機でドラーシクのスカートに、下から風を当てまくれ上がらせている。センターフォールドのプレイメイトヌードグラビアは、スティーブンウェイダにより撮影された。 2010年6月プレイメイトオブザイヤー特集号には彼女の通常の画像と共に3次元映像も掲載され鑑賞用の 3D メガネが付録として付けられた E チャンネル向けのカナダのテレビ番組インサイドファッションの司会者で共同プロデューサーでもあるファッションモデルとしてバレンシアがロバート・ロドリゲス、ラナ・フックス、レイラ・ローズ、アバエテ ジョアンナ・マストロヤンにロサチャ、XOXO、ミス・シックスティなどのショーの舞台を踏んでいる。その他の特筆すべき経歴としては、東京、ミラノ・ロンドン・ニューヨークを巡るベルサーチのワールドツアーに同行したこと、パテック・フィリップやエリー・サーブ、その他のブランドの印刷媒体向けキャンペーンに出演したことなどが挙げられる。2009年5月からロサンゼルスを拠点とし、 世界中のファッションウィークを飛び回っている。ドラーシクは2011年の春、アプレンティスに参加した。彼女は7週で、プロジェクトマネージャーとしての仕事を得え、非営理事前ボランティア団体ベストバディーズ、インターナショナルのために2万ドルを獲得した。その後9週目に解雇となり、脱落、8位という結果に終わった。番組出演に関して、 私はベストバディーズのためにお金を勝ち取るまでは脱落しないことを目標として出演しました。彼らのために行動することが最大の動機でした。と語った。彼女のトワー軸という名字は発音するのが難しく、マネージャーやエージェントから再三解明するよう勧められたが拒否した。彼女の弁は名字を変えてしまうと自分が 全くの別人になるように思えます。苗字を守れたことに心から満足しています。というものであった。ありがとうございます。